イオンモール成田は、千葉県成田市ウィング土屋に所在する、イオンモール株式会社ウニエヌモール型、ショッピングセンターである。成田国際空港の近隣施設として、インバウンド需要を取り込んでいる。成田国際空港から約5キロメートル、成田市土屋山の先の商業用地に2000年3月18日に、グランドオープンした。敷地面積135,771平方メートル。 店舗面積71,808平方メートル。地上2階建て。東西約580メートル。南北約80メートル。駐車場は4000台収容可能の大型ショッピングモールである。ハートビル法認定店舗。成田空港に近いという場所柄もあり、成田空港周辺のホテルに宿泊する乗り継ぎ客や乗務員。成田空港に勤務する航空会社の社員を中心とした。 外国人の買い物客も多く、マロードインターナショナルホテル成田、ホテル日光成田、成田ビューホテルなど、主要ホテルとの間の巡回バスも運行されている。また、成田空港が主催するトランジットツアーの目的地の一つともなっている。2019年には全店舗の約60%となる専門店、約100店舗の大規模リニューアルを開始し、同年4月20日に、 新規30店、移転8店、改装50店の計88店舗が第1期としてリニューアルオープンし、同年7月12日の第2期には新規7店舗、移転2店舗、改装4店舗の計13店舗をリニューアルオープンした。1階には地域最大となる食物パンゾーン、満腹参道、レストラン街、成田美食小町、 2階には14店舗約900席のフードコート、フードフォレストが展開する。館内各所には無料の携帯電話充電スポット、大型、サイネージモニターを配置し、成田市特別観光大使、うなりくん起をしたうなりくん広場には、大型局面型 LED ビジョンを導入するなど、施設面も大規模リニューアルを行った、成田グローケルアーバンライフをリニューアルコンセプトとし、 日本の玄関都市、成田を象徴する役割を担うとしている。成田空港開港時に暫定的な措置で1985年まで航空燃料の土屋燃料中継基地がこの場所にあった。その後地に1997年にイオンが再開発に名乗りを上げて現在を形成。2000年オープン当初各テナントはイオン成田店である。出店している。 専門店全店の一覧、詳細情報は公式サイト、ショップリストを参照、店舗により異なる、詳細は公式サイト、営業時間、サービス案内を参照、直通バス、鉄道自動車バス、ありがとうございます。